ただいまから T ポイントファイヤーマッチ2016発表を行いたいと思います。株式会社 T ポイントジャパン様はホークスとともに昨年に続き今年も T ポイントがたまる試合 T ポイントファイヤーマッチ2016を7月18日と19日の2日間ヤフオクドームで開催していただきます。今年の T ポイントファイヤーマッチ2016では来場されたお客様への T ポイントプレゼントに加えホークスの熊本大分復興支援プロジェクトファイト九州に賛同し試合中にお客様へプレゼントする T ポイントと同額を熊本大分に寄付する取り組みを実施していただきます。それでは最初に T ポイントファイヤーマッチ2016を主催する株式会社 T ポイントジャパン常務取締役長島博明様よりご挨拶いただきます。どうぞよろしくお願いします。真ん中にどうぞ。はい、T ポイントジャパンの長島でございます。本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。すでにマスター選手いらっしゃっておりますので、少しだけ T ポイントの PR をさせていただければと思います。私どもですね T ポイントは会員数で5894万人、151社の提携先様と50万店舗を超えるお店様で、日本最大級のポイントサービスをさせていただいております。で、まあ、先ほど ご説明ありましたけれども今年もですね、ヘルメットスポンサーとさせていただきまして、T ポイントファイヤーマッチ2016を開催させていただきます。はい、で通常ですね T ポイントはファミリーマートさんですとかエネオスさんですとかソフトバンクショップさんで、まあ、お買い物ですとかサービスを受けていただいたときに T ポイントがたまるんですけれども、このファイヤーマッチにおきましてはですね、皆様の応援で、ホークスの選手がですねヒットを打っていただいたりホームランを打っていただいたりするたびにですね T ポイントがたまるというようなちょっとユニークな仕掛けをさせていただいておりまして、みんなでホークスを応援しようということで、やらせていただこうと思っています。あと実はですねその先ほどお話ありましたけれども熊本大分のですね復興支援プロジェクトファイト九州でですね我々も趣旨にご賛同させていただきまして先ほど申し上げたお客様にポイントがたまると申し上げたんですけれどもご来場のお客様にたまるポイントと同額のですね金額をポイントをですねまあ、その支援プロジェクトの方に寄付をさせていただこうと思っております。あと、まあ、熊本の被害に大分でおられた方に対して4月15日からですね別途 T ポイントの方で募金活動を行っておりましてインターネット上で お客様自身が持たれているポイントをご寄付いただくというような仕掛けをしておりまして、今般60万件 1.9 億ポイントを貯まりました。ですのでこちらをですね、まあ、1ポイント1円で実際に熊本大分の皆様にお届けをする予定でございます。はい、まあ、今後もですね、九州の北山の皆様含めて、我々も T ポイントとして盛り上げてまいりたいと思いますしこういった形で、まあ、T ポイントが何がしかそういった災害ですとかご支援になるようなまた新しいサービスを我々も作ってまいりたいと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。昨年 T ポイントがたまる試合を初めて開催したところ北山から大変好評いただきました。今年の T ポイントファイヤーマッチ2016では T ポイントジャパン様によって熊本大分復興プロジェクトファイト九州への寄付もいただくことになります。北選手の頑張りが熊本支援大分支援につながることになります。それでは松田選手より試合に向けての意気込みをお願いいたします。はい、T ポイントマッチということで、ホークスの選手がですね頑張ればそれだけポイントが入るという、試合なんでまずは、しっかりね打って、勝つことがやっぱり、ご来場された方にもたくさんポイントが入ると思うんでねその、2試合に関しては必ずたくさんのポイントを皆さんにプレゼントできるような、プレーをしていきたいと思います。はい、松田選手熱いコメントありがとうございました。今日はスペシャルゲストとして熊本県福岡事務所の北田所長とくまモンが来ています。どうぞ。松田選手、くまモンと会ったのは今日が初めて。初めてです、はい、こんなに近いのはですね、はいはいはい、松田選手とくまモンの初対面です。今回のですね T ポイントファイヤーマッチでは頑張れば頑張るほどたくさんの T ポイントが熊本へ寄付されるということになります。ホークス選手がいつもより大きな活躍をしてくれるように100倍の大きさの T カードを作っていただき記念に松田選手へ贈呈したいと思います。それでは T ポイント様から北田所長へまずご贈呈いただきます。よろしくお願いします。
では熊本県北田所長より一言ご挨拶いただきたいと思います。皆さんこんにちは。熊本県の北田と申します。今日は熊本と一緒にやってまいりました。震災以来ですね、全国の皆様からたくさんのご支援をいただいています。今日も T ポイントジャパンの長島常務をはじめですね、関係の皆様から大変貴重な現金をいただきました。また T ポイントジャパンさんからはですね、2億円近い現金も別途いただいております。本当に義援金というのはですね、今被災地の被災者の生活再建にですね、役立てられております。私の周りでもですね、最近義援金をいただいて、それでやっと屋根の修理ができるというような方も知り合いにいたりします。そういうふうにですね、支援金というのは、現金というのは被災地で役に立っております。本当に今日こういう形で現金いただくということについて、県を代表して感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。またこの企画にですね、賛同いただいた福岡ソフトバンクホークスの皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。それから今日7月1日ですけれども、九州復興割、最大 70% 引きで、旅行ができると。それから九州観光周遊ドライブパスですね、高速道路の割引です。こういったものも今日から始まっております。表には出てませんけど、今一番何が苦しいかというと、観光産業、それに連なる小売業の皆さんですね、この方々の事業の継続、それが非常に今苦境に直面しているというようなことがございますので、全国の皆さん、熊本大分にですね、ぜひ今年は遊びに来ていただければと思います。この場をお借りしましてですね、お願いしたいと思います。今日は本当にティンポイントジャパン株式会社様、それから福岡ソフトバンクホークスの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にもう一度記念撮影をしたいと思います。ご準備をお願いします。はい、よろしかったでしょうか。はい、それでは贈呈式終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。